こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、最後の覚醒キャラの発表がされましたと。で、ちーちゃんでした。で、ちーちゃんが覚醒キャラとして発表されたので、まあ、ここでまたその話をできればいいかなと思ってます。なので、多分短い動画になると思います。で、ちーちゃんなんですけど、チャンス、アベヒ、粘り、逆境と。まあ、遺骨が揃っているという話と、一回強化が来て、アンタ製造機と、あとは金属がヒートアップですね。が選べるようになったので、まあ、そういうところでも強いかなという話と、あとはもともと、このテーブルですね。初期評価が高いテーブルに関しては、エンタ高校でエンタクルスを回すときに、まあ、非常に有用になるんじゃないかな、という感じはいたしております。で、もともと技術ボナー6、タックはそこそこっていう性能なので、まあ、これに何かしらスペシャルタックなり、技術ボナー、基礎ボナー、精神ボナーが乗ることで、まあ、強くはなるんじゃないかな、という感じですね。まあ、使いやすくなるかな、ぐらいかな、イメージとしては。で、打撃キャラなので、まあ、今度騎士が入ってくるってことを考えたりすると、まあ、こいつが、赤原とか岸田を差し置いて、円卓のデッキに入ってくるかっていうのは正直前後バランスとか、あとは覚醒内容、まあミート条件とかね、来れば話が変わるので、まあそういったところを見ないと正直わかんないなという印象はありますねと。で、他の覚醒キャラ、赤原、騎馬、モードと。まあ、こういう形で野手2人、投手1人っていう流れがあったので、まあ、アーサーとかじゃないのかなっていう話を、まあ、してはいたんですが、まあ、まあ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 、野手のちーちゃんという感じですね。で、あとはもう本当に円卓強化が明日から始まるので、まあ、それを開けてみて、まあ、どうなるのかなっていうのを話し合う感じになるんだと思います。で、野手のデッキは、これにクロセーラー、岸田が入ってくるのか、まあ間違いなく佐伯は入ってくるんじゃないのかな。で、これにクロセーラー、まあクロセーラー、セーラーが今いないから、適当に二次谷とかぶっ込んどきますが、まあ基本的には、クロセーラーが肩になるのか、守備のなるのか、メンタルなのかわかんないんですけど、まあ、クロセーラーが入ってきて、あと一枠、前辺に彼女か、まあ、岸田がちーちゃんのところに入るのかと、まあ、本当にいろんなことが考えられるかなと思います。で、あとは、円卓強化が、実装を待って、まあ、前に進んでいくのかなと。いう感じですね。もう本当にちーちゃんに関しては、まあ、覚醒キャラ今回一人、まあ、前回三人紹介したので、一人の紹介なので、こんなもんかなと思います。普通にホモテーブル、まあ、初評価が高いテーブルで強くて、コツも良くて、金徳も良くて、今回使える範囲はあるんじゃないかなと。で、まあ、僕も知り合いの方々は、ちーちゃん好きな方多くて、多分、フル覚醒にしていただけるのかな、使える機会があるのかな、なんて思いながら、楽しみにちーちゃんの覚醒も待てればいいかなと思います。で、今回は短いですが、これくらいで終わろうかなと思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。まあ、こういう雑談会もね、ちょっとずつ増やしていって、円卓の話なんかもね、できればいいかなと思ってますんで、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。